オールスターの第2戦は6対3とセントラルリーグが3点をリードしました。今日のゲームお客さんは満足されていることでありましょう。川崎球場はほとんど満員です。どこの球場もそうなんですが、ハリオさん、スタンドがいっぱいになりますとね、壮観ですね。やっぱりね、やってるプレイヤーはね、お客さんにうまくさせてもらうところはありますからね、から壮観ですね。そして鈴木孝正がマウンドに登ります。オールスターの思い出を今日も聞いたんです。いや、僕はね、実はオールスター7年前大阪難波球場で会った時にギャラをポケットの後ろに入れて20万円、試合が終わった後タクシーに乗ろうと思ったらないんですよ。終わった後お客さんに揉まれているうちにすられちゃったんですよ。それが一番の思い出ですと有馬さんこう言ってましたが、そうですか、まあ、20万と言ったんですがね、これ大体1人1試合に1人の選手10万ですから、はい、3ゲームですからね、30万入りますわね、まあ、そういう思い出があるんですかね、ですから選手はね、報酬的には不満はないと思いますね。はい、田淵さん、はい、アメリカの大リーグのオールスター戦、ギャラバーの選手に聞きましたら、一戦も出ないって言ってましたね。そうですね、だけど、記念品ですかね、まあ、オールスター出たらその指輪をもらいますよね。そうなんですよ。それがそのなんと何百万するやつだということでね、あのピート・ローズ選手がね、5本の指に全部はめてましたよね。そうハリオさんで、はい、スターサファイアの入った300万円ぐらいの、はい、オールスターリングが全選手に贈られるんですね。そうなんです、そうなんです。それがね、名誉でもありね、お金でもあることですね。張本さんもモントリオールのオールスターにいらっしゃいましたよね。はい、私はゲーム前にね、はい、まあ、ゲームをやったんですがね、そのね、指輪が非常に印象的でしたね。まあ、ですからアメリカは名誉ということを考えてますね。そうですね、はい、ですから、まあ、私も3ゲームは反対派なんですが、報酬的にはもう、まあ、不満がないですからね、3ゲーム続けるんなら選手はやっぱり名誉のためにやってもらいたいですね。バットが三遊間、打球はバックネットへ。落合はご存知の方も多いと思いますが、ご覧のように手袋はしていません。やはり張本はいくらか滑りましたね。滑る人はいますね。まあ、あの油手といいますか、よく滑る人はいますね。滑らない人もいますね。まあ、しかしこのオールスターには不思議な魔力がありまして、この晴れ舞台での活躍は想像以上に自信がつきます。かつて落合選手は3年前でしたっけね、初めてパシフィックリーグの4番と言われた時に、僕が4番と自ら信じられなかったそうなんですが、まあ、4番も打てるようになったのか、それが自信につながったと言っておりました。そういうことは田淵さんあるでしょうね。私もね、ちょうど王さん長嶋さんがバリバリやった時にね、5番バッターでやったことあるんですけどね、やっぱりああいう人たちの後ろで打てるかと思ったらね、一生やの思い出ですよね。それにもう一つはね、あのヘルメットはちゃんと持ってったんですけどね、あの人たちのね、ヘルメットをかぶりたいというそういう憧れはありましたよね。へー、あの YG の、 あのちょうどマークがついたヘルメットがあるんですよね、はい、それも1回でもいいからかぶってね、バッターボックス出てみたいな。オールスターではできないことですからね。小林さんはそういうご経験は？そうですね、僕はやられっぱなしで情けないピッチャーでしたからね。右中間です。かなり大きいぞ、ホームラン。地元川崎球場で落合がホームランを打ちました。6対4のパシフィックリーグを追い上げます。セリーグが常に先手先手なんですが、パシフィックリーグもよく追いつきます。今ホームイン、右に打つのはこの人はもう名人へ。そうなんですよ、アウトコースのね、甘い球は引っ張りもできますしね、流しもできるですね。これアウトコースがやや高いんですがね、しなりがあるからね、途中からぐん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 ボールが伸びるんですね。ですからほっぺた叩かれた時ね、パチンと叩かれたよりもね、しなりでピシューンと叩かれた方が後々残るでしょ、ジーンと痛いですね。そういう打ち方をしてますから打球は伸びますね。どうぞ。ホームランを打った落合選手に来ていただきました。いいホームランだったですね。やっぱりグラウンド知ってますね。というと
うん、あそこはね、大体ホームラン一番なりやすいところなんですよ。それにしても帰ってきたとき、あーきつい、あーきついって言ってましたけど、素晴らしい守備見せましたからね。おかげさんで。今日ね、放送席に張本さんいらっしゃいますから話してください。おいおじ、はい、ナイスバッティング、ありがとうございます。今年は三冠王2回目いけるな。それを目標にやってます。いや、目標じゃない、あなたの通りよりね、はい、セ・リーグはおそらくバースが狙うだろうから、はい、負けないような数字を残してね。わかりました、ありがとうございます、はい、どうもおめでとうございました、はい、落合選手でした。はい、満員の川崎球場からお伝えしております。今年のオールスターの第2戦、なかなかいいゲームです。6対4、セリーグがリードしております。バッター落合、高ー上がった、レフト右足に入ったホームラン、6対5、川端が打たれます。落合2打席連続のホームランです。さすが三冠王の落合、素晴らしい。稲尾監督と思わず一言言葉を交わして今ホームインです。6対5、1点差です。サーフのちょっと高いですかね、見逃したら、あ、ベルトあたりですね。あの球はしませんね、しなってね、打ってますから高く上がってもぐん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 伸びますね、それとね、歩幅が小さいんですよ。ステップが小さいから下半身がね、開いてるように見えてもしっかり回ってますからね。有本さんどうでしょう、今のコースを右にも左にも打てるんですよね。そうなんです、多分まっすぐだったら右中間じゃないですか。まっすぐだったら右中間がわからんね。そうですね、あの遅い分だけこれがうまく引っ張れるんですよね。素晴らしいゲームが続いております。このまま野球放送を続けさせていただきます。バッターボックスはブーマーです。